安全漫才は、日本の男性を笑いコンビ。浅い企画所属。ミヤゾンとアラポンは共に、足立区生まれで、保育園に通っていた1歳の時からの幼馴染で、ある。カセットテープに、自分たちのラジオ番組を録音したり、トンネルズやダウンタウンを真似して、遊んだりする仲だった。中学卒業時、アラポンがミヤゾンを誘って、ミックスという名前のコンビを結成し、 お笑いの活動をしていた。二人が2004年に高校を卒業した3ヶ月後から約5年間ライブハウスにおいてバンドのライブの前節やチューニングなどの合間に漫才などのネタを披露していた。安全漫才としてデビューする前の2007年には世話になっていた夢マロの勧めで俳優のオーディションも受けており富士テレビの月級ドラマプロポーズ大作戦に 野球部員役として山下と久ひと共演。二人にとってこれがテレビ初出演だった。なお、宮やぞはこの時は山下の顔を知らず自分たちと同じエキストラだと思い込んで頑張ろうなとなれなれしく声をかけてしまったが山下から怒ることなくありがとねと返されたという。その後宮やぞはこのドラマを見てこの時に 山下が主演であったことを知って驚いたという。2009年11月、プロとしてコンビ結成。なお、授業料が高いという理由でお笑い養成所には通っていなかった。宮ンの知り合いを通じて、宇ど鈴木に会ったことをきっかけに、宇どと同じ事務所に所属したいと、浅い企画を目指し、所属を果たす。2013年、二人の出身地である、 アダチについて治安の悪さなどのある、あるネタを題材にした楽曲、アダチの歌を自主制作。アダチ CM グランプリにてユーモア賞、ハートフル賞をアダチ長より受賞した。2013年から毎年、アダチパフォーマンスフェスタを上手ですねを主催している。歌ネタ王決定戦では、 2013年と2015年にそれぞれ準決勝まで進出。2015年6月24日に行われたお笑いバトルライブトーサルモングランドチャンピオン大会で優勝。2019年1月、ミヤゾンがビートたけしのエンターテインメント賞第19回演芸新人賞を受賞。漫才とコンビ名にあるがコント、歌ネタ、モノマネが多い。 歌ネタは、足立区あるあるなどのネタを多く言っている。歌ネタの際は主に、ミヤゾンがギター弾き語り、アラポンがラップを担当する。ドブロックからは、雰囲気はやんちゃだが、ネタは結構、キュートと評されている。最初は、台本で一時一句決められた通りに演じていたが、間違えてもいいから、楽しくやろうとアドリブを交えて演じ始めたところ、好評だったため、 以後このスタイルを続けている。ドブロックの弟子としても活動している。モノマネも行っており、以下のレパートリーがある。アラボンは、マニアックモノマネも、得意としている。現在の出演番組レギュラー番組順、レギュラー、および、不定期出演スペシャル番組過去の、出演番組ミヤゾンに関するカテゴリー、アラポンに関するカテゴリー。ありがとうございます。